どうも、整体サロン朝日の富士山です。皆さんの体がより快適に動けるように、体の使い方や考え方、運動方法などを毎日配信しています。本日は後屈をする時のポイントを紹介しています。後屈をすると腰が痛い、首が痛い、膝が痛いというような症状を持っている方も多いのかなというふうに思います。後屈をする時のポイント、このような動かし方をすると体を痛めてしまうということを解説していますので、動画でしっかりと学んでみてください。それではレッツゴー。さあ行くぞ。はい、やっていきます。本日は後屈の正しいやり方を説明していきます。後屈すると腰が痛いっていう方は多いかなというふうに思います。まずは膝をしっかり伸ばして、ももを前に出すということを意識することが大切です。これはももを前に出すということで、いい動かし方かなというふうに思います。ダメな動かし方としては、膝を曲げて腰を曲げてしまうというのはやめてくださいとか、できてないですね。そう、膝を曲げて腰を曲げるってことはやめてください。膝を痛めたりします。膝をたくさん使います。あと股関節が前に出ないまま腰を曲げてしまいますと、後屈してしまいますと腰を痛めます。あとは首だけこう後ろに行っちゃうパターンの方もいますので、それも首を痛めますので注意してください。よっ、股関節を前に出す、膝を伸ばして股関節を前に出して後屈するということを意識してやってみてください。以上です。頑張ったね。いかがだったでしょうか。本日は後屈をする時の注意点を解説させていただきました。後屈する時にポイントとなるのは、膝をしっかり伸ばすということと股関節を前に出すというところがポイントになります。全然膝を伸ばして後屈ができない、股関節を前に出す感覚がないという方は、まずは太もものワークをやってみてください。太ももの筋肉を縦に長く使う方法は他の動画で解説していますので、そちらを参考にしてみてください。太もものワークをやった後に後屈をしてみると、またちょっと体に違う変化が出てくるかなというふうに思いますので、ぜひとも一度自分で体感してみてください。後屈をして体を痛めていては元も子もないので、しっかりと股関節から動かす意識、膝をしっかり伸ばすという意識を持って後屈をしてみてください。この動画が良い、面白いと思った方はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。各種 SNS もやっていますので、登録していただけると喜びます。今後も体のケアの方法について発信していきます。それではまた会いましょう。富士山でした。